方が来ています。豊富な雪の神楽メインゲレンデです。神楽第一ワットで山頂に向かいます。間もなく山頂駅に着きます。まだ70代です。下の三ツ又ゲレンデにもまだ雪がたっぷりありました。5月31日まで営業しているそうですから、まだまだ滑れますね。